はい、どうも、ゆうです。今日の動画はこちら、中川さん。撮りました。30回だけ引きました。J リーグのあの招待をね。一番最初に来たのが中川さんで、まあ一人取ったら終わりということで、今日は中川さんの使用感やっていきたいと思います。育成こんな感じです。タレントデザイン、シュート15、パス8、ドリブル12、クイックネス9、脚力7。で、エアバト1はこれもう余ったんで、振った感じですね。はい。まあ強みはなんといってもキック力。そして、決定力ということで、もうシュート打たせればキック力あって、で決定力もあるので、もうスーパースターです。はい。シュートに関してはスーパースター、完全に。はい。で、スキルがこんな感じですね。ライジング、ミドル、アクロバティック。で、ワンパワンシューありますね。はい。なので、もう本当にキックの人、ミドルシュートどんどん打たせてくださいっていう人ですね。はい。で、ブースターはこちらが 2ずつ上がりますね。ボルコン、決定力、キック力、フィジコンということで、もうやばいよという感じなんですけども、弱みはスタミナ74しかないですね。はい。まあ、あとは、ボールキープ80が、まあ、ちょっと低いのでこねづらいっていうのがあります。はい。まあ、実際ね、何試合か使ってみてですね、まあ、今13試合ぐらい出してますけども、まあどうなのかということを、今日最後の、もう中川今日の試合で活躍しなかったら最後だよっていう、気持ちでね、動画の方撮っていきたいと思います。それでは試合映像の方どうぞ。はい、ということで、絶好調来ました、中川さん。絶好調で、負けれるも絶好調、ありがとうございます。で、これ、オプションとして、ヤンコレル今日出します。で、サビオラ久しぶりです。特殊ダブルタッチにしました。エラシコつけて。久しぶりの登場。ヤンコレル入れた理由は、まあ、普通にヤンコレル強いからっていうのと、まあ、ネイマールから、ヤンコレルに、普通にね、クロス上げながら、こう、クロス警戒してくると思うんですよ。そうすると、どんどんライン下がったりとか、マイナスが空いたりとかして、2列目の選手のスペースが空くと。でそこに中川さん入ってきて、グン、ミドルシュートグンという感じでいきたいと思います。ただ相手はね、ちょっとね、5バック気味なので、どうなるか、はい、注目していただければと思います。さあ、よろしくお願いします。レッツゴー。中川さん、いくよ。よし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 。来た。これも早速中川さんまでいける、これ。はい。これ、ダイレで打ってみよう。はい。いいや。さすがに厳しいね、あの距離は。角度もね、右足だしな。ここちょん。で、ヤンコレルは中にいないよと。はい、拾うよと。で、ここマイナス。ちょっと、やばいね、それ。全体的に前のめりすぎる。これ前で取んないとまずいんじゃない？堺のカバー。オッケーオッケーオッケー。耐え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 。ナイス耐え。これ中川さん。で、キック力はあります。ナイスパス。誰？あ、来ないか。これでもヤンコレルに普通に行けそうだな、これ。はい。あ、来た、これ。あ、惜しい。結構最近ね、守備的キーパーチェフ使ってる人も多いんで、クロスに出てこないってパターンもあるんですけどね。さすがに出てきましたね、今の。中川のパス。ヤンコレルで前向いちゃうよと。さすがに厳しいんじゃないと。で、ただここ、中川使って、中川のインパクト。うん、惜しい。ピンクロー。負けれれはダブルタッチ持ってます。グー。オッケー。負けれれまさかの。負けれれならぬ得点。ラッキー。今中川の上がりは良かったですね。あと、ヤンコレルの。ポストプレイも良かったよ。今、中川にチームプレス当ててましたけど、あんまりあれするとスタミナなくなっちゃうので気をつけたい。さあ、ちょっとこれまずいんじゃないの。うん。やられていく。そして、パワフられていく。絶対にやり返す。絶対にやり返します。パフォは。やられたら、やり返します。別にやられなくても、やるときはあります。はい。あ、やべ。待って、ネイマールあそこ、マークセット入ってんのかね。なんか、いたな、今。中川いいカット。あ、なんだ、ここ空いてる、また。はい、もう一回、ちょん。はい。来た。負けれ、なんかすごい負けれるが悪な、今度この試合。ヤンコレル、大外、グーン、惜しい。弾くんだよね、それね。あれ、絶対キャッチできるよね、キーパーね。ラッキー、コーナー。コーナーはどうしよっか。中川さんの位置を見てですが、まあ、ヤンコレルに落とすは落とすんですが、中川さんいないので、まあ、普通にやるか。普通にヤンコレルに当てて、落としてグン。よし、ヤンコレル、あ、くそ。入らない。負けれないっす。もう一回、一回落ち着きたいところ。OK。ワン、ツー。はい、いいね。で、ワンです。で、マイナス。で、サビオラー。いや、入らんの。ここに、中川。はい、シューキャー。いや、ナイス。オッケー。ナイス、中川 BK 獲得。これはやっぱね、中川のシュート力を警戒しての
もうたまらずタックル来ましたね。これはさすがに中川さん、ヤンコレルさんじゃなく中川さんに蹴らせてあげてください。キック力あるからね、しっかり打てば枠行き入んじゃない、これ読まれてても。ズドンとズドン、オッケー、気持ちいい。中川さん11番ベルディ、まあ藤枝ですけどね、11番なのかな、藤枝で。いいですね、素晴らしい。さあ、あとは流れの中からの点取りたい中川。行きましょう、横かぶりか、オッケー。いやー厳しいねそれ。怖いこれ、入んのそれ、えぐくね、シェフチェンコマジ今の決め切ってきたな、すごい、100発100中じゃない相手、今完璧にやられてる、悔しいな。これで負けれるのスペースがすごいある、欲しい、これちょっと油断ならないね。来た、ここまではいけんだけどね、やっぱ相手ちょっと特殊だからな、フォメが。もうヤンコレルにホールだけのゲームです。マイナス、あー厳しいか、珍しく負けた。10ベイトシューバーかな相手、さすがやな、ヤンコレル相手にも戦えるですね、10ベイトシューバー。え、これやばくね、めっちゃ硬くなってる、えぐえぐ、あ、ラッキーラッキーラッキー、それはすごいラッキー、ラッキーすぎる、来た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 、サビオラの裏も空いてる、オッケーオッケーオッケー。いやファウルじゃないそれ、ちょっと怪しいけど、まあ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 、さすがにね、正面から来てたか。オッケーオッケー、耐え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 だよ、ナイスナイスナイス。ちょっとそのパスはひどいんじゃない、ひどいパスだなそれ。これはオッケーオッケー、ジロレンツォ、ナイスナイスナイス。はい、負けれれ、はい、中川こっち来てるからこっち出すけど、ヤンコレルなんだよなヤンコレルにパスはね期待できないですか、期待しないし。なるべくこっちで作りたい、こっちで作りたい、そうルーレット入れながらね、ここで剥がしながら、さあここで中が、わっ、惜しい、ある、いや素晴らしい素晴らしい、来た中がナイス、耐えたな今、スーパーだ今の。キック力とか関係ないけど、キック力は、まあ、決定力はね、今のは安定してたんじゃない。決定力ってもうよく分かってないんだけどな、俺も。何に影響してんだろう決定力って、マジで。でもなんか、あ、今の決定力ないなっていう時ってあるよね。さあ中川、はい、これ決めちゃう、ハットトリック、やばくない、中川スーパーだわ。オッケー。まあ、勝てばよし。いっぱいパフォーも仕返しできてるんでね。オッケー。サビオラ君。中川ハットトリックしちゃったよ。どうせ、これ逆サイ中川空いてんな。いや、サビオラのクロスがゴミすぎる。よーし。これは。これも直接ヤンコレ、あ、ヤンコレルまでいかんかった。いや前半も完璧ですよ中川さん。今日正直活躍しなかったら放出しようかなと思ってましたけど、この動画で最後に、最後の中川チャレンジでしたこの動画。そしたら一番の活躍見せてきた。いった、痛いね今の、オフサイ臭いね今の。オッケーオッケー、まあまあ前半はね、卵かけご飯相手に2点は許したものの、しっかり4点取りましたよと。相手100発100中だから、後半もこの調子でいけば中川ダブルハットトリックです。よろしくお願いします。まあ、絶好調だしね。だからなんか2点目とかね、3点目か最後のとかもね、取り切れた感はあるけど。行こうよ。さあ、スタミナもね、絶好調だと今んとこなんとかね、耐えれてます。他の選手たちはあんま変わらない感じで、なんとか。
さ、ヤンコレルなんや、ここは。中川、逆足でシュート打ってみたいけど。あとはインパクトシュートとかもね、インパクトミドルとかもちょっと見せたいところ、うん、この辺のちょっとコネは厳しいね。だからやっぱ最後の中盤のフィニッシャーみたいな使い方なんだろうな。なんか難しいですけどね、その使い方。ここいける？いけないか。取れる。オッケーオッケー。突っ込んでこないか。いや、サビオラ抜けてほしい。そう、中川だった。いいね。ネイマール、オッケー。中川ナイス、アシストも大活躍じゃん、この試合。中川どうしたの今抜けてほしいなと思ったタイミングで、ね、まあ、ワンテンポ気持ちよさかったけど、まあ、でも悪くない、抜け出しもしてくれたし、あそこでボックス内で、まあ、あと右側に置いてるけど結構左側にも寄ってきますね。これはチャンスメーカーのあれなのかな。やっぱ匂いがするところに入ってくるみたいなことなのかな。いてて、ファールないか。ナイス、ビエラ。これ1枚剥がして打て。いや、惜しい。取れる？いや、取れないか。取れないか。これで注意だよ。相手100発100中の男だからね、相手。相手、卵かけご飯チーム。OK、ちょっと今日ね、この試合に関してはきしってヤンコレルじゃなくてよかったな。ヤンコレル全然生きてない。まあ多分フォメの相性とかもあるんだけど、サイドがなかなかね、今フリーにならないんでクロス上げづらいよね。危ねえ。はい、相手100発100中の男じゃなくなりました。私の勝ちです。ここからはもう私の勝ちです。ただこういう時はヤンコレル簡単です。ゴールキック超簡単。あれあれ、どうしたのヤンコレル。珍しいじゃない、それ負けるの。しかも完封されてた。やばい、マリキミスった。あかん。やばい、集中。よし、静止交代。中川さん、あ、まだやれるね。ギリギリ耐えてます、スタミナ。サイドに三笘と入れて、あ、ちなみにメルテザッカーをずっとベンチに入れてるのは、相手にヤンコレルが来た時に、ヤンコレル VS メルテザッカーの動画を撮りたいがためにずっと入れてます。ただスタメンでヤンコレル使う相手に本当に一度も当たってません。しかも途中から入れてくる相手にも今んとこ1回しか当たってません。なのでヤンコレルの使用率バカ低いです。私調べ、ヒューガ調べですけど、びっくり。もっとさ、使ってる人いてもさ、おかしくないなと思ってるんだけど、さすがにちょっと少なすぎかなと思ってます。はい、普通に強いけどね。まあ、ただやっぱボール入った時とかパスとかね、そういうところは期待できない部分はもちろんありますけど、それでもね、つい強いんだけどな。はい、行きます、レディゴー。はい、いいね。相手ライン上げてきてるから、ここは三笘で軍です、完全に。はい、軍軍、はい、三笘ゲー。あ、惜しい。オッケー。もう今ので三笘見せたんで、三笘のドリブルには食いついてきます、相手。そうなってくると2列目空いてきますよと。ここは冨安か。ミスター、ちょっと。ここ中川。いい突破。マイナスの冨安。ちょっと何もできません、ここは。冨安だと。中川。はい。はい。ええ、オンゴールだけど、これ中川のゴールでしょ。今の良くない？え、強いな。絶好調だと強いです、中川さん。多分、今まで気になってたボールコントロールとかの低さが、目立たなくなってる。普通にやれる。なんなら。中盤の選手にしては、まあ、低くない足元なので、そう、絶好調だと上がってるから。で、決定力とキック力、他に人にはない。いや、ここも、いや、惜しい。それは相手のディフェンスがスーパー。入ってくるな。いいとこ入ってきたな、今のが。今、実質4得点ですからね。中川のコーナー、一番奥のレオンまで。で、落として、三笘、あ、惜しい。ビエラ、キープ、ナイス。ここは負けれる、シザース、軍、ナイス。
ここ。はい。いや、スーパーヨッシーめっちゃいい動き。パスの神ってた今、ルンメニエの。中川ナイス守備。いいね。ここ。あ、そこじゃないんです。今のは。あ。はい。グー。オッケー。7点目です。これは勝ち確です。ありがとうございます。ちょっと打ち合いになりましたけども。トータル10点ありました、この動画。ふぅ、危ねえ、危ねえ。いやー、中川を弱かったっていう動画にする予定だったのが、まさかの、展開になっており、今、どういう締めにするか迷っているというか、思いついておりません。はい。すげえ活躍しちゃったな。狙ってないんだよな、あんまりしかも。中川で点取らせようとせずに今こうなってるっていうのがミソですね。ちょっともうスタミナね、75分あたりからもう赤になってるので、さすがにきついね、絶頂でも。で、スタミナ上げてもいいんだけど、キック力がもう99になっちゃうんで、なんかこれ以上上げるともったいないみたいなところになってくるんですよね。うぃー、シーマン。そうね、最近ね、皆さん、チェフ皆さん使ってると思いますが、私も使いました。でもやっぱりシーマンがいいなということでシーマンにキーパー戻しております。でね、これ配信とかでよく言うとね、いや、シーマン持ってないよって言って、強いって言われても試せないよって言われるんで、もうぜひ次シーマン来たら使ってみてください。まあ能力にもよりますけど、こんなに守備意識の高いキーパーはシーマンしかいないん で、それが絶対強くなってる。強く感じる、絶対一つの理由です。一つの理由というかもうそれだと思う。キーパーにも守備意識必要なのかもしれない。はい。誰か検証してください。守備意識。守備意識についてキーパーの。よろしくお願いします。守備的キーパーなのに、しっかり出るとこ出てくれる。そんなイメージです、私は。なので、なんか最近守備的キーパー、守備的キーパーあんま強くないって言ってる人とか多いですけど、全然、全然いいです。しっかり守備的キーパーの強みのニアを締めるもやってくれるし、あー、ちょっとスタミナきついからね。ファーストタッチ相当伸びるな。ナイス、マルディン。守備的キーパーのニアを締めるもやってくれながら、要所でちゃんと飛び出すとか飛び出すという感じなんです。イメージ的には。これは大丈夫、さすがに。ああ、シーマンだもん。シーマンじゃなくても今のは止めますね。シェフチェンコうざかったな、相手の。やっぱ強いね。数値自体はね、相当強いですから、シェフチェンコ。ただちょっとね、コネ感とかね、ちょっと重く感じるみたいなのがあるんで。さあ、トミー、ナイス。いやー、もうラスト締めです、これは完全に。まあ、フルで出し切りました、中川さん。まあ、良かったんじゃない、この試合に関しては。もうちょいミドルシュートとかね、打てたらいいけども、まあ、ミドルシュートじゃない部分で、あんだけね、今日見せ場作れたので、ミドルシュートはね、キック力があるんで、スキルもあるんで、なんとなく予想はつくと思うんですけど、それ以外のところで今日は中川さんに見せていただきました。藤枝から世界へ。藤枝応援してます。ありがとうございました。